利根川川口河口とは、河川が海や湖など他の水域へ注ぎ込む部分、つながる地点のこと。地名や俗称として、川口、川尻などの故障も用いられる。用語としては、河川の大きさに関かかわらず、川の字を用いて表現する。河川から供給される岩石や砂塀が堆積し、三角州や干潟、砂浜が形成される。 また海沿いに堆積した土砂や砂州に遮られた場所では、一つまたは複数の川が流れ込む石湖や入り江ができていることもある。片や入り江は、細い水路で海につながった閉鎖的な水域で、上流から流れてくる淡水と潮の満ち引きで入って、くる海水が混じる、寄水域となっていることが多い。流れが複雑で泳ぐことは大変危険である。三角港のような大きな河口は、 海面が陸地よりも高くなって、川口部を沈水させたような海岸によく見られる。また、リアス式海岸やフィヨルドなど海没した谷に川が流れ込むと非常に大きな川口部が形成される。こうした大型の河口は湾や海峡などの名をつけて呼ばれることもある。古くから港などに使用され、人間の経済活動において重要な場所となっている。その一方、海水。 気水、淡水、湿水、流水など複雑な水環境が形成され、生物多様性の観点からも重要な場所である。藻場、吉原、マングローブなど、河口に多い大型植物が作り上げた環境もある。ありがとうございます。